はい。16対9の四角の中に生きる妖精です。はい。これは長西のティータイム、ティータイム、ティータイム、ティータイムですね。はい。長西のティータイムといえば、トミカとアーニャ。トミカはね、これです。これなんだ？ジェネオ。前にもね、ジェネオあったと思うんですけど、これまたちょっと違いますね。ジェネオ。トヨタ、L&F ジェネオ。あ、で、オカピ。もう先に名前言っちゃった。アニアはオカピです。はい。オカピです。こう、オカピって前なんかやらなかったかな。オカピじゃなかったのかな。四十一ともなると、記憶がね、曖昧で。もうすべてが曖昧で。はい。生活も曖昧です。はい。年取るとそうですよ、皆さん。全部曖昧になってきますからね。ここら辺とかね。もう曖昧ですよ。適当に喋ってます。あ、あったあった。これもジェネオでしょ。ハイブリッドだ、こっちは。よし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 。よし。はい、はい。これ、上げてまいりましょう。はい。お、細かくちぎれんなよ、てめえ。細かくちぎれんのが一番嫌だからな。はい。おー、ジェネオ。あ、でかいな。あ、だいぶでかいぞ。ハイブリッドよりだいぶでかいぞ。ああ、お、いいな。バギーっぽいな。オカピ。もう取ってまいりましょう。ね。うん。これ、はい、はい。あ、これ違う。今日こっちだ。こっちのジェネオです。トヨタって書いてありますね、ここにね。ね。こういう感じで。はい。で、こういう感じで。はい。運転席もね、しっかりね。ね。こう、あれしてますね。あ、これ動きますね。はい。あ、ちょっと動き具合が頼りないというか、こっちしっかりしてるんですけどね。ね、こっちはね、すげえ、あ、似たようなもんか。まあ、これ、ちゃんとね、片っぽだけじゃね、壊れそうです。はい。ちゃんとこう、両端を持って、こう、動かしてください。はい。両端を持って、ね、しっかりこう、両端を持って動かしてください。はい。そしたら大丈夫です。はい。サスペンションはございません。はい。ここはタイヤがね、こう、2輪ずつ、タイヤが2つずつついておりますね。こっちはついておりません。はい。1個ずつですね。あ、これしっかりしてんな。ケツペタはこういう感じですね。はい。ケツペタトヨタって書いてありますね。はい、はい。これし、いっぱいものをこれ運ぶんでしょうね。こっち、かついですね。ほんとね。だいぶね。ほら。わかりにくいか。こうしたらわかりやすいでしょう。だいぶこっちの方がいかついんですよ。ね。親子みたいですね。お、いいですね。調べようか。トヨタジェネオ。高い安全性、使いやすく疲れにくい性能と装備、環境に配慮された新機能、優れた耐久性と信頼性。目指したのは優しさと力強さの両立。はい。なんかの歌詞みたいですね。はい。定格荷重1トンから8トン。へえ。8トンまで持て、これ、持ち上がるんですって。8トンまでね、これ持ち上がるんですよ。はい。ね。あー、で、オカピか。ちょっとオカピ。オカピどこ行った？僕のオカピどこ行った？オカピ箱あるけど、あれ、オカピ。オカピがどっか行ってた。オカピ。オカピ。呼んでも出てこないの。オカピ。はい。オカピ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 。先に調べましょう。あー、オカピいた。オカピいた。まだ袋の中にいた。オカピはね、首ですね。首とこの顔のところが動きますね。オカピはね。アルパカいいか。オカピちょっと不安定ですね。うん。オカピ。はい。あ、いいですね。いいですね。はい、読みます。1901年に発見された動物です。単独で生活していて、警戒心が強く、人目に触れにくいため、詳しい生態は分かっていません。へえ。体長2から2.2メーター。肩の高さ。体長はここですね。肩甲ここです。ここの高さね。1.5から1.8メーター。体重200から300キロ。メスはオスより少し大きい。食べ物、草食ですね。木の葉、果実、分布。アフリカ中央部の熱帯雨林。絶滅危惧種。絶滅危惧種。クジラ偶蹄目。クジラ偶蹄目。キリンか。へえ。
まあキリンにちょっと似てますね。うん、オカピ名前がいいですね。ここと、ね、このね足とここの柄のね変わってますね。ちょっとウィキペディアでもうちょっと調べてみようか。ああ足の縞模様が美しく森の貴婦人などと呼ばれる。へえ。何？廃品回収かな。あ、頭には毛皮に覆われた2本の角がある。あ、あるわ。ここちょっとねポコってなってるんですよ。わかるかちょっとポコってここ毛皮にかぐれております。はい、確かに。あ、来たぞこれ。廃品回収がうるさい。壊れていても構いませんって言われてる。はい、あ、相談してこようかな。今後の僕の人生について相談しましょうかね。すいません。あ、舌は青白いんですって。青白く耳まで届く長い舌を持っています。耳まで届くんです。これペロって舐めるんですよ。これすごいな。野生では単独か親子で生活している。長い舌を伸ばして木の葉や草をちぎって食べる天敵はヒョウね。まあちゅことで、はい、まじゃまじゃじゃまじゃ